私はゼータ。隠密行動が私の役目。本気を出したら、世界中どこでも潜入できる。魔力制御の巧みさから、ついた二つ名は、緻密のイプシロン。どうやら話より。いや、そんなつもりはないけど。ただ、さっきの戦いは楽しかったわ。それで、あなたはどうしてここに？待って、地味だ。乾杯だったわ。ありがとう。いい勉強になったわ。あなたは一体何者なの？私は、シェリー・バーネットです。まだ学生ですが、一応。私はエルフを探している。可愛い子だった。妹の忘れがてみで。私とよく似たエルフに心当たりはないのか？七影の一人として、主様をお支えしつつ、その活躍を称える、シャドウ様戦記の執筆。ローズ・オリアナ。オリアナ王国の王女です。お見知りおきを。ミドガル魔剣士学園の生徒会長を務めていますが、アイリス・ミドガル。ミドガル王国の第一王女です。王国最強の魔剣士、などと言われていますが、何者からも、いいと、研究、高み、目指す。マスターの影の英知。私はガンマ。主様の意図を読み、シャドウガーデンの頭脳となるためにいるのです。主様よりお聞きした神のごとき知識のほんの一片を、改良したスライムを顔につけ、削ることで別の顔を作ることができます。私にお任せください。おはようございます。おはよう、影野くん。影野くん。私の名前、西村じゃないんだけど。デルタには壮大な計画があるのです。ボスの群れはシャドウガーデンで、いっぱい子孫を作って、最強の一族になって。アレクシア・ミドガル。言わずと知れたミドガル王国の王女よ。人は私の剣を凡人の剣なんて言うけれど。私はクレア・カゲノ。ミドガル魔剣士学園の3年生で、剣の腕には自信があるの。どうぞよろしくね。アルファの名前をもらったとき、私の道は決まったわ。シャドウガーデンを大きく、強くしてきたけど。シド・カゲノです。よろしくお願いします。さて、ここからがモブキャラとしての正念場だ。うまいこと立ち回らないとな。